お疲れ様です。この度ですね、不思議なメールが来ました。それが ADX 自動お支払い付加ってやつですよ。アニュアルエライトメンバーシップってあります。全然見覚えがないですね。で、私の名前が指定されてます。この度 ADX の口座でアニュアルエリートですかね、メンバーシップの商品の自動お支払い設定していらっしゃるのでご連絡させていただきました。残念ながら iCash での購入を失敗しました。残高不足と。一体どういうことなんでしょうね。全然身に覚えがないですよ、これ。で、まずは、このアニュアルエリートメンバーシップってのは何なのかなってことで検索してみたんですよ。で、そうするとね、出てきたのがこれですよ。これね、年間エリート会員ってやつ。で、このフィットネスジム、なんだかこりゃ、ハッスルフィットネスジム、知らねえよって感じじゃないですか。で、どこにあるジムなんだろうな、全然わかりませんね。こんなとこにありますよ、これ。え、コロネーションパレード、え、オーストラリア、オーストラリアのジムの年会費を払えってことですか。なんじゃそりゃ思いますね。オーストラリアのジムですよ。で、あとね、このメールの中でここに住所が書いてあるんですよ。これね、この住所を貼り付けて検索します。そうするとダウンタウンウエスト、どこなんだ、ミネアポリス、アメリカじゃない、ミネアポリス、ね、五大湖周辺の、こんなところの何かですよ。しかも何かわからない、ジムですかね、わかんないですけど、何かの年会費を払えということで来たんですね、これね。 ADX って何だということじゃないですか。で、メールアドレスがありますんで、これを検索してみると ADX、 なんか知んないけど何回も引き落とされてますね。一番最初のメールなんだろう。自動で購入してくれた、カスタマーサポート、なんだか分かんないですね。セールスリニューアルキット、これ何でしょう。これもだから検索してみると何かが出るかもしれないですね。これか、これですね、おそらく。ロゴが同じだから、在宅ビジネスなんとかかんとか、2006年創業、全然覚えがないですよ。ミネアポリスコーポレートオフィス、何なんでしょうね。下手に問い合わせするとね、ヤブヘビになる可能性があるんで、なんかこういった商品があるみたいですね。まあ、これを買えと、もしくは注文があったけども引き落としができないから商品送らないってことですね。なんだろう、これ。なんすか、これ。全くわからない。バーチャルな商品なのかね。なんだこれ。ディスカバー。全くわからない。終わり。